私は生殖発生毒性というのを専門にしています。ちょっと難しいんですけども、これは何でしょうね、例えばお母さんが薬を飲んでお子さんに影響が出ないかとか、それから生殖機能に影響が出ないかどうかとか、そういうことを研究する分野なんです。私たちは、男性女性というふうに分かれていて、染色体で、一応男性と女性というふうに決まっていますけれども、男性の染色体を持った方が、男性として、大人になっていく上では、単純に染色体だけではなくて、その間にいろいろな、プロセスであったりホルモンの作用であったりというのが働くわけなんですね。そういう時にホルモンではないけれども、ホルモンのような力を持っているものが外から子どもの体の中に入ってきて、女性としての、そういう何ですか、機能に少し障害を与えたりすることがないだろうか、そういうことを研究してます。初めは全てメスになるようにできていて、そこに、オスの場合ですと精巣があるので、精巣から男性ホルモンが出てきて、その男性ホルモンの力で脳がお姿になるというふうに考えられているんです。で、そういうことを少しだけメスの動物に、それも強い量ではなくて、ほんのわずかな量を与えただけでも、大人になってだいぶ年を取ってから初めて影響が出るんだっていうことが分かって、それが論文になって発表されました。私は獣医の出身で、農工大学というところの獣医の出身なんですけれども、こちらの先生が私の恩師の笹本修司先生という先生で、この先生がネズミの卵を観察されていたんですね。それを見せていただいた時に、これがネズミになるのかと、その細胞を見てひどく感激をしまして、それからずっとそういう仕事に就いております。動物応用科学科ですと、動物に関わるさまざまなことについて、専門的な勉強ができるということで、もちろん動物そのものの仕事に行く人もいますけれども、人の健康、今お話をしたような人の安全であったり、人の健康を守るような仕事も、勉強することができるということで、ぜひ一緒にそういう分野も一緒に勉強してみいただけないかなというふうに思います。はい。普段は本当にお母さんみたいに料理の話したりとか、プライベートの話もよくしてくれて、で研究のことになると本当に真剣に相談に乗ってくださるので、本当に先生についていけてよかったなって思ってます。